小樽から余市、倶知安を通り長万部までをつなぐ JR 函館線の通称山線、今廃線の危機に立っています。沿線の余市駅です。朝列車の時間に合わせて送迎の車が次々とやってきました。余市駅の小樽に向かう列車のホームには学生さんなどが30人以上列を作って待っています。午前7時台に小樽方面に向かう2本の列車は通学客を中心に一定の需要があります。電車の方がその人がたくさん乗れたりするので、その移動という面ではやっぱ電車はちょっと残しておいたらいいかなとは思います。押すだけでいいかなって別に問題ないですね、なかったら。町内にある人気の観光地、日華ウイスキーの蒸留所です。蒸留所ではこのように様々なウイスキーが試飲できるということもあり、来場者のおよそ半分が公共交通機関を使って訪れているということです。新型コロナが落ち着き客足が戻りつつある蒸留所、お酒を試飲するため車を利用しない客も少なくありません。車での来場というのがですね、なかなかそこがこう飲めない楽しみの一つを奪っちゃうような形になってしまうので、まあ、その方たちにとっては、まあ、JR とかですね、まあ、公共交通機関というのは非常にありがたい手段だというふうに思っています。小樽余市間の1日1キロあたりの利用者数は2144人、これは特急が走る帯広釧路間などよりも高い数字です。先月の町民説明会では小樽余市間の存続を求める意見が相次ぎました。斉藤町長も鉄路を存続させる方針を示しています。余市小樽間に関しては残すというような方針で打ち出したいなというふうに思っています。実際の輸送密度が2000人を超えてますので、ここはまあ JR、まあ、難しいかもしれませんけれども、まあ、JR の方で運営してもらうのが一番いいかなというふうに思っています。沿線自治体の協議会では全線存続、バス転換のほかに利用客が多い小樽余市間のみ存続させる案も議論されてきました。しかしそれでも年間およそ5億円の赤字が出る見込みで、第三セクターでの存続も簡単ではありません。これだけ輸送密度があるにもかかわらず、まあ廃線の瀬戸際にあるケースっていうのはなかなか日本国内を見てもレアだと思いますので、大量の輸送人員を迅速にある別の区間まで輸送する、でこれを確保することがこの問題を考える鍵ではないかなというふうに思ってます。一方で苦渋の決断をした町もあります。仁木町はバス転換はやむを得ないとの方針をいち早く打ち出しました。果樹園の中を列車が駆け抜ける果物の町仁木町、年間数億円に上る赤字を負担できないとしてバス転換を受け入れる姿勢を示しています。残念の一言かな。そういうお金かかるって言われたらね、どうしようもないことなんでしょうけども、まあ、無理やり残すんであればお金もかかるだろうし、ただ当然町民の負担にもなる、それだったらバスに変えて、の方がいいんじゃないのかなって。仁木町の銀山地区です。80年以上続く商店の3代目中山誠さんと妻の幸子さんです。早くすると良かったんですけど、やっぱり私この間まで札幌の病院ずっと通ってたから使ってました。お父さんは、私は車で使いません、ね、地区の最寄り駅は銀山駅、バスが走る国道5号からは離れていて、もしバス転換となれば影響の大きい地域です。中山さんは生活圏の仁木市街や余市方面への交通手段の確保が必要だと考えています。町のバスがやっぱり充実してくれると、まあ、助かります、まあね、30年になったら私も80超えちゃうから
多分運転できなくなるんじゃないかなと思うから。専門家は地域交通の将来像を示す重要性を訴えます。鉄道を残すという議論があったとして、鉄道を残すことが目的化したらダメだと思うんですよね。例えば鉄道を残すと決めたんだったら、じゃあその鉄道を残すにはどういう交通体系を作っていくのかとか、あるいはじゃあバス転換にするんであればどういうバスネットワークを作っていくのかっていう、やっぱりその将来像っていうのを示して、でそれを見てですね、やっぱり住民の皆さんも含めて前向きにその判断していくっていうプロセスが必要なんだと思います。町の将来に必要な交通手段とは何なのか。道は今月下旬の沿線協議会で鉄路維持かバス転換か方針を決めたい考えです。